お疲れ様でした。まずはあの試合で守備位置につきましたけど、復帰というところでいいでしょうかね。はい、そうですね。もう完全に復帰できました。はい、どうでしたか今日。守備機会もすぐありましたけど。まあ本当に、まあ、無難にこなせたのかなと思いますね。やば。あれ映せないです。あのこのキャンプはこうやれることもどんどん増えてきて、はい、もう1ヶ月経とうとしてますけども、どんなキャンプでしたか。まあそうですね、やっぱり去年何もできなかった分、まあ、実践的なことも、段階を踏んでできてますし、まあ、徐々に体も強くなってきたのかなとは、感じるので、本当に収穫の多い1ヶ月になりました。強くなってきたっていうのはこうトレーニングとかそういったところもあるんですか。そうですね、ウエイトとかでもなんか、まあ、まだまだですけど重量的には上がってはきていますし、体重も減らずに増えてはきているので、うん、もう本当になんていうんですかね、前みたいにこける感じはなくなってきたので、まあ、これをシーズンでも継続できたらなと思ってます。まずは本当に開幕1軍で、スタメンで、開幕スタメンで出れるように頑張ってます。わかりました。あのドラゴンズの YouTube 的には、はい、あの大谷選手のバッティング練習を見る選手たちというの以来ぐらいなんですよね、三木谷さんが登場するのは。リハビリの過程は撮らせてもらったりしてますけど、はい、復帰してからというところで、あの動画500万回再生を無事突破しまして、球団では一番今のところ再生されてるんですけど、はい、ちょっとずっと謝ろうと思ってて、あんな結構三木谷さん中心の動画というか、はい、リアクションがいい動画というところなんですけど、あれだいぶ反響あったんで。ありましたか。やっぱりだいぶありましたね。だいぶ友達からも連絡来たんで。それは迷惑になってなかったですか。まあ、全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか。あ、よかった。あ、それはよかったです。みんな見てくれてるんだなと思いました。あの、ね、YouTube だけじゃなくてテレビとかでも取り扱って、チンプレイコープレイで。そのたびに結構反響ありって感じですか。いや、 YouTube が一番ですか。が一番ですけど、チンプレイコープレイでも出てて、たまたまテレビで見てたんで。あ、見てたんですね。はい。おーおーと思いましたけど。あれもだいぶみんなから泣きました。あ、本当ですか。はい、すいません、あの出されて大丈夫でしたか。あの、全然あれでちょっと有名になった気がします。有名になった気がします。ここからあれを超えるものっていうところでは、ちょっとじゃあドラゴンズの YouTube で三木谷さんのバズり動画を作るとしたら、どういうところ、どういうのにしましょうね。やっぱ守備ですか。まあ、そうですね、やっぱプレーでっていうか、まあ、バッティングでも守備でもそれでも何でもいいですけど、プレーで、600万ぐらいいけるように頑張りたいなと思います。じゃあ今年は600万再生のプレーを見せると。そういうことですね。そういう目標で、それを一つの目標にして頑張りたいなと思います。わかりました。じゃあちょっと引き続き、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、オッケー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 、じゃあ僕から行きます。じゃあ僕これで。これも動いてるんですか？もう撮れてます。え、マジっすか？あ、いいね。かっこいいな、お前やっぱ。え？ちょっと近めに行くわ。俺引きで行ってね。ちょっと今顔汚い。中田翔さんとかさ、中島さんとか、まあ、他のメンバーもそうだけど、初めて一緒に野球やって、どんな感じだった？どんな感じでしたか？まず中田さんと中島さんは、ファーストに投げやすい。初めてこんな投げやすいファースト。景色いいですね、ホテル。景色いい。風呂深いしね。風呂深い。こぼれる、こぼれる。お疲れっす。
いや、辻本選手、お疲れ様です。今の気持ちは相当気持ちかったね。相当気持ちいい気持ちが相当気持ちかった、ね、気持ちが気持ちいいここまでこうファンの人に確かに確かに環境じゃなかったら、うん、どんだけ辛くてもこう頑張らないといけないっていう、うん、この環境がすごくなんか分かる分かる、お前うるせえよりんたろーさんしかいないんで、あの気軽に話せる人が兄貴みたいな、お前友達みたいな感じって言って兄貴はカメラでしょ、兄貴本当はダチ